でまず新しいことにチャレンジするっていうことはすごく自分にとって楽しいことでもあります。で現状維持だと本当にステップアップもしないので、いろんなものに興味を持っていきたいと思っております。で、そのためにお客様のためにもなりますし、自分の人生のためにもなりますので、これからもどんどんいろんなことに挑戦していきたいと思います。もともと興味があって深めたいなというふうに思ってたんですけど、あるお客様と接客した時に自分に似合うものがわからないということで、カラーの相談を受けてアドバイスして差し上げましたら、全てそれにしてその色にして変身して店に来てくださったっていう経験をしたんですね。でその時にやっぱり色って人の心を豊かにする力があるなっていうのを体感をして、もうここで色を極めようというふうに決めました。日本の政府の機関の中では、厚生労働省と、文部科学省っていう2つの役所がそれを担当してます。で厚生労働省は、そういう勉強する際に一定の要件を満たせばそのお金補助金助成金を出すという政策を持っていますが、我々文部科学省としてはその夜間に行けるその大学院を作りましょうということで、そういうことをこの補助金を出して支援をしてきました。その時入試の問題もあるんですけども、入試も実はその社会人向けのその難しいその入試ではなくて、社会人向けの面接とか小論文を使った入試にしましょうってことも大学に言ってきました。で合わせて仕事を持ってですね、そういう学校に行きたい人が多いので、ディスタンスエデュケーションと遠隔教育の一つのやり方として、我々放送大学って言ってますけど、オープンユニバーシティオブジャパンというものを作って、で働きながらでも、もちろん土曜日でも日曜日でもですね、それを学べるようにしようということで、働く人たちの、キャリアデベロップメントを応援していきます。